こんにちは、コーチメソッドのコーチです。お元気でしょうか。まぶたがピクピクする原因は3つあると言われてます。1つ目は首から頭の筋肉の疲労、2つ目は全身の疲労です。全身の疲労のサインが目のまぶたのピクピクに現れます。3つ目は運動不足によるストレスが大きくなってしまう。まずそれらに非常に効果のあるツボは耳の後ろ側に存在します。耳たぶの後ろを触ると骨がありますよね。骨と顎の骨のちょうど真ん中のところです。ここを左右このように触ってみてください。顔の中心に向かって圧をかけます。自律神経が乱れている方はここを押すと痛みを感じると言われています。圧を入れながら顔を天井向きます。下を向きます。天井を向きます。下を向きます。天井を向きます。下を向きます。天井を向いて下を向きます。このまま左右に顔を倒します。3回往復で3回繰り返します。3ですね。これです。ここは万能のツボで自律神経を整えると言われているツボでもあります。親指と人差し指をこのように上から降りてくると交差をするところがあります。ここを親指でこのように添えて手のひら側をこのように添えてください。親指をギュッと上から押してください。押したままにして深呼吸を3回繰り返してください。はい、吸って吐いて吸って吐いて吸ってはい、吐いてください。はい、今回の動画があなたのためになったのであればぜひですねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、今回は以上になります。次回またお会いしましょう。では失礼します。